江戸川乱歩作、幽霊。辻堂のやつとうとう死にましたよ。腹心の者が多少手柄顔にこう報告したとき、平田氏は少なからず驚いたのである。もっともだいぶ以前から彼が病気で床についたきりだということは聞いていたのだけれど、それにしてもあの自分をうるさくつけ狙って敵を、あいつは勝手にそう決めていたのだ。打つことを生涯の目的にしていた男が、キャツのどてっぱらへこの短刀をぐっさりと突き刺すまでは死んでも死にきれないと口癖のように言っていたあの辻堂が、その目的を果たしもしないで死んでしまったというのことはどうにも考えられなかった。本当かね？平田氏は思わずその腹心の者にこう問い返したのである。本当に何にも私は今あいつの葬式の出るところを見届けてきたんです。念のために近所で聞いてみましたがね、やっぱりそうでした。親子二人暮らしの親父が死んだのですから、息子のやつかわいそうに泣き顔で棺のそばへついていきましたよ。親父に似合わない、あいつは弱虫ですね。それを聞くと平田氏はがっかりしてしまった。屋敷の周りに高いコンクリート塀を巡らしたのも、その塀の上にガラスの破片を植え付けたのも、門長屋をほとんどただのような家賃で巡査の一家に貸したのも、屈強な二人の書生を置いたのも、夜分はもちろん昼間でもやむを得ない用事のほかはなるべく外出しないようにしていたのも、もし外出する場合には必ず書生を伴うようにしていたのも、それもこれも皆ただ一人の辻堂が怖いからであった。平田氏は一代で今の大寝台を作り上げたほどの男だから、それは時には随分罪なこともやってきた。彼に深い恨みを抱いている者も二人や三人ではなかった。と言ってそれを気にする平田氏ではないのだが、あの半狂乱の辻堂老人ばかりは彼はほとほと持て余していたのである。その相手が今死んでしまったと聞くと、彼はほっと安心のため息をつくと同時に、なんだか張り合いが抜けたような寂しい気持ちもするのであった。その翌日、平田氏は念のために自身で辻堂の住まいの近所へ出かけて行って、それとなく様子を探ってみた。そして腹心の者の報告が間違っていなかったことを確かめることができた。そこでいよいよ大丈夫だと思った彼は、これまでの厳重な警戒を解いて久しぶりでゆったりした気分を味わったことである。詳しい事情を知らぬ家族の者は、日頃陰気な平田氏が
にわかに快活になって、彼の口からついぞ聞いたことのない笑い声が漏れるのを少なからずいぶかしがった。ところがこの彼の快活な様子はあんまり長くは続かなかった。家族の者は今度は前よりも一層ひどい主人公の憂鬱に悩まされなければならなかった。辻堂の葬式があってから3日の間は何事もなかったが、その次の4日目の朝のことである。書斎の椅子にもたれて、何心なくその日届いた郵便物を調べていた平田氏は、たくさんの封書やはがきの中に混じって一通のかなり乱れてはいたが確かに見覚えのある筆跡で書かれた手紙を発見して、青くなった。この手紙は俺が死んでから貴様のところへ届くだろう。貴様は定めし俺の死んだことを小踊りして喜んでいるだろうな。そしてやれやれこれで安心だとさぞのうのうした気でいるだろうな。ところがどっこい、そうはいかぬぞ。俺の体は死んでも俺の魂は貴様をやっつけるまでは決して死なないのだからな。なるほど、貴様のあのバカバカしい用心は生きた人間には効き目があるだろう。確かに俺は手も足も出なかった。だがな、どんな厳重な締まりでもスーッと煙のように通り抜けることができる魂というやつには、いくら貴様が大金持ちでも策の施しようがないだろう。おい、俺はな、身動きもできない大病にとっつかれて寝ている間にこういうことを誓ったんだよ。この世で貴様をやっつけることができなければ死んでから怨霊になってきっと貴様を取り殺してやるということをな。何十日という間、俺は寝床の中でそればっかり考えていたぞ。その思いが通らないでどうするものか。用心しろ。怨霊のたたりというものはな、生きた人間の力よりもよっぽど恐ろしいものだぞ。筆跡が乱れている上に、漢字のほかは全部カタカナで書かれていて、随分読みにくいものだったが、そこにはだいたい右のような文句が記されていた。言うまでもなく、辻堂が病床で心吟しながら魂を込めて書いたものに相違ない。そしてそれを自分の死んだ後で息子に投函させたものに相違ない。何をバカな、こんな子供騙しの脅し文句で俺がビクビクするとでも思っているのか。いい年をして、さてはやつも病気のせいでいくらか猛録していたんだな。平田氏はその場ではこの死人の脅迫状を一生に付してしまったことだが、さてだんだん時が経つにつれて、何とも言えない不安がそろそろと彼の心に湧き上がってくるのをどうすることもできなかった。どうにも防御の方法がないということが、相手がどこからどんなふうに攻めてくるのだかまるでわからないことが、少なからず彼をイライラさせた。彼は夜となく昼となく
君の悪い妄想に苦しめられるようになった。不眠症がますますひどくなっていった。一方においては辻堂の息子の存在も気がかりであった。あの親父とは違って気の弱そうな男に、まさかそんなこともあるまいか、もしや親父の志を継いでやっぱり俺をつけ狙っているのだったら大変である。そこへ気づくと、彼は早速以前辻堂を見張らせるために雇ってあった男を呼び寄せ、今度は息子の方の監視を命じるのであった。それから数ヶ月の間は何事もなく過ぎ去った。平田氏の神経過敏と不眠症は容易に回復しなかったけれど、心配したような怨霊のたたりらしいものもなく、また辻堂の息子の方にも何ら不穏の形勢は見えなかった。さすが用心深い平田氏もだんだん無益な取り越し苦労をバカバカしく思うようになってきた。ところがある晩のことであった。平田氏は珍しくたった一人で書斎に閉じこもって何か書き物をしていた。屋敷町のことでまだ宵のうちであったにもかかわらず、あたりは嫌にしんと静まり返っていた。時々犬の遠吠えが物寂しく聞こえてきたりした。これが参りました。突然書生が入ってきて、一封の郵便物を彼の机の端に置くと黙って出て行った。それは一目見て写真だということが分かった。10日ばかり前にある会社の創立祝賀会が催された時、発起人たちが顔を揃えて写真を撮ったことがある。平田氏もその一人だったので、それを送ってきた者に相違ない。平田氏はそんなものに対して興味もなかったけれど、ちょうど書き物に疲れて一服したい時だったので、すぐ法師を破って写真を取り出してみた。彼はちょっとの間それを眺めていたが、ふと何か汚いものにでも触った時のようにポイッと机の上に放り出した。そして不安らしい目つきで部屋の中をキョロキョロと見回すのであった。しばらくすると彼の手がおじおじと今放り出したばかりの写真の方へ伸びていった。しかし広げてちょっと見ると、またポイッと放り出すのだ。二度三度この不思議な動作を繰り返した後で、彼はやっと気を落ち着けて写真を熟視することができた。それは決して幻影ではなかった。目をこすってみたり写真の表を撫でてみたりしても、そこにある恐ろしい影は消え去りはしなかった。ぞーっと彼の背中を冷たいものが這い上がった。彼はいきなりその写真をズタズタに引き裂いてストーブの中に投げ込むと、ふらふらと立ち上がって書斎から逃げ出した。
とうとう恐れていたものがやってきたのだ。辻堂の執念深い怨霊がその姿を現し始めたのだ。そこには7人の発起人の明瞭な姿の奥に、朦朧としてほとんど写真の表面いっぱいに広がって、辻堂の不気味な顔が大きく大きく映っていたではないか。そしてそのもやのような顔の中に、真っ暗な二つの目が平田氏の方を恨めしげに睨んでいたではないか。平田氏はあまりの恐ろしさに、ちょうど物に怯えた子供のように頭から布団をかぶって、その晩はよっぴてブルブルと震えていたが、翌朝になると、太陽の力は偉いものだ、彼は少しばかり元気づいたのである。そんなバカなことがあろうはずはない。ゆうべは俺の目がどうかしていたんだ。強いてそう考えるようにして、彼は朝日のカンカン照り込んでいる書斎へ入っていった。見ると、残念なことには、写真は焼けてしまって跡形もなくなっていたけれど、それが夢でなかった証拠には、写真の包み紙が机の上にちゃんと残っていた。よく考えてみると、どちらにしても恐ろしいことだった。もしあの写真に本当に辻堂の顔が写っていたのだったら、それはもう例の脅迫状もあることだし、こんな不気味な話はない。世の中には利害の利というものがないとも限らないのだ。それともまた、実は何でもない写真が平田氏の目にだけあんなふうに見えたのだとしても、それではいよいよ辻堂の呪いにかかって気が変になり始めたのではないかと、一層恐ろしく感じられるのだ。2、3日の間というもの、平田氏は他のことは何も思わないで、ただあの写真のことばかり考えていた。もしやどうかして、同じ写真屋で辻堂が写真を撮ったことがあって、その種板と今度の写真の種板とが二重に焼き付けられたとでもいうことでは、もしかしたらそんなバカバカしいことまで考えて、わざわざ写真屋へ使いをやって調べさせたが、無論そのような手落ちのあろうはずもなく、それに写真屋の台帳には辻堂という名前は一人もないことも分かった。それから1週間ばかりの後のことである。関係している会社の支配人から電話だというので、平田氏が何心なく卓上電話の受話器を耳に当てると、そこから変な笑い声が聞こえてきた。うふふふ。遠いところのようでもあり、そうかと思うと、すぐ耳のそばで非常な大きな声で笑っているようにも思われた。こちらからいくら声をかけても、先方は笑っているだけだった。もしもし、君は誰だ。平田氏が癇癪を起こしてこう怒鳴りつけると、その声はだんだん小さくなって、ううとスーッ
と遠くの方へ消えていった。そして何番何番何番という交換手の甲高い声がそれに変わった。平田氏はいきなりガチャンと受話器をかけると、しばらくの間じっと一つところを見つめて身動きもしないでいた。そうしているうちに何とも形容できない恐ろしさが心の底からじりじりとこみ上げてきた。あれは聞き覚えのある辻堂自身の笑い声ではなかったか。平田氏はその卓上電話機が何か恐ろしいものででもあるように、でもそれから目を離すことはできないで、後じさりにそろそろとその部屋を逃げ出すのであった。平田氏の不眠症はだんだんひどくなっていった。やっと眠りについたかと思うと、突然気味悪い叫び声を立てて飛び起きるようなこともたびたびあった。家族の者は主人の妙な様子に少なからず心配した。そして医者に診てもらうことをくどく勧めた。平田氏はもしできることなら、ちょうど幼い子供が怖いよと言って母親にすがりつくように誰かにすがりつきたかった。そしてこの頃の怖さ恐ろしさをすっかり打ち明けたかった。でもさすがにそうもなりかねるので、何神経衰弱だろうと言って家族の手前を取り繕い、医者の診察を受けようともしなかった。そしてまた数日が過ぎ去った。ある日のこと、平田氏の重役を務めている会社の株主総会があって、彼はその席で少しばかりおしゃべりをしなければならなかった。その半年の間の会社の営業状態はこれまでにない好成績を示していたし、他に別段心配するような問題もなかったので、ただ通り一遍の報告演説をすれば済むことであった。彼は100人近くも集まった株主たちの前に立って、もうそういうことには慣れきっているので、至極板についた態度口調で話を進めるのであった。ところがしばらくおしゃべりを続けているうちに、無論その間には聴衆である株主たちの顔をそれからそれへと眺め回していたのだが、ふと変なものが目に入った。彼はそれに気づくと思わず演説を止めて、人々が怪しむほども長い間黙ったまま棒立ちになっていた。そこにはたくさんの株主たちの後ろから、あの死んだ辻堂と寸分違わない顔がじっとこちらを見つめているのだ。上述の事情でござりまして。平田氏は気を取り直したように一段と声を張り上げて演説を続けようとした。だがどうしたものか、いくら元気を出してみてもその気味の悪い顔から目をそらすことができないのである。彼はだんだんうろたえ出した。
話の筋もしどろもどろになってきた。するとその辻堂と寸分違わない顔が平田氏の老媒をあざけりでもするようにいきなりにやりと笑ったではないか。平田氏はどうして演説を終わったかほとんど無我夢中であった。彼はひょいとお辞儀をしてテーブルのそばを離れると、人々が怪しむのも構わず部屋の出口の方へ走っていって、彼をおびき返かしたあの顔の持ち主を物色した。ただしいくら探してもそんな顔は見当たらないのだ。念のために一度上座の方へ戻って元の位置に近いところから株主たちの顔を一人一人見直しても、もう辻堂に似た顔さえ見出すことができなかった。その会場の大広間は人の出入り自由なあるビルディングの中にあったのだが、考えようによっては偶然聴衆の中に辻堂と似た人物がいて、それが平田氏の探した時にはもう立ち去った後だったのかもしれない。でも世の中にあんなによく似た顔があるものだろうか。平田氏はどう考え直してみても、それが瀕死の辻堂のあの恐ろしい宣言に関係があるような気がしてしようがなかった。それ以来平田氏はしばしば辻堂の顔を見た。ある時は劇場の廊下で、ある時は公園の夕闇の中で、ある時は旅行先の都会のにぎやかな往来で、ある時は彼の屋敷の門前でさえ。この最後の場合などは平田氏は危うく卒倒するところであった。ある夜更けによそから帰った彼の自動車が今門を入ろうとした時だった。門の中から一つの人影がスーッと出てきて自動車とすれ違ったが、すれ違う時に実に瞬間の出来事だった。その顔が自動車の窓からひょいと覗いたのである。それがやっぱり辻堂の顔だった。ただし玄関について、そこに出迎えていた書生や女中などの声でやっと元気を回復した平田氏が運転手に命じて探させた自分には、人影はもうその辺には見えなかった。ひょっとしたら辻堂のやつ生きてるのではないかな。そしてこんなお芝居をやって俺を苦しめようというのではないかな。平田氏はふとそんなふうに疑ってみた。ただし絶えず辻堂の息子を見張らせてある腹心の者からの報告では少しも怪しむべきところはなかった。もし辻堂が生きているのだったら、長い間には一度くらいは息子のところへやってきそうなものだが、そんな煙も見えないのだ。それに第一おかしいのは、生きた人間にあんなにこちらの行く先がわかるものだろうか。平田氏は普段から秘密主義の男で、外出する場合にも召使いはもちろん
家族の者にさえ行く先を知らさないことが多かった。だから例の顔が彼の行く先々へ現れるためには絶えず彼の屋敷の門前に晴れ込んでいて自動車の跡をつけるはずはないのだが、その辺は寂しい場所で、他の自動車が来ればそれに気のつかぬはずはなく、また自動車を近くに乗馬とてもないのだと言って、まさか徒歩で後をつけるわけにもいくまい。どう考えてみてもやっぱりこれは怨霊のたたりと思うほかはなかった。それとも俺の気の迷いかしら。だがたとえ霊気の迷いであっても恐ろしさに変わりはなかった。彼は果てしもなく思い戸惑った。ところがそうしていろいろと頭を悩ましているうちに、ふと一つの妙案が浮かんできた。これならもう確かなもんだ。なぜ早くそこへ気がつかなかったんだろう。平田氏はいそいそと書斎へ入っていって筆を取ると、辻堂の郷里の役場へ当てて彼の息子の名前で戸籍謄本家父願いを書いた。もし戸籍謄本の表に辻堂が生きて残っているようだったらもう閉めたものだ。どうかそうあってくれるようにと平田氏は祈った。数日たつと役場から戸籍謄本が届いた。ただし平田氏のがっかりしたことには、そこには辻堂の名前の上に十文字に主線が引かれて、上欄には死亡の年月日時間と届け書きを受け付けた日付とが明瞭に記入されていた。もはや疑う余地はないのだ。近頃どうかなすったんではありませんか。お体の具合でも悪いんじゃないんですか。平田氏に会うと誰もが心配そうな顔をしてこんなことを言った。平田氏自身でもなんだかめっきり年を取ったような気がした。頭の白髪も1、2ヶ月以前に比べるとずっと増えたように思われた。いかがでしょう、どこかへ保養にでもいらしてみては。医者に診てもらうことはいくら言ってもダメなので、家族の者は今度は彼に転地を勧めるのであった。平田氏とても門前であの顔に出会ってからというものはもう屋敷にいても安心できないような気がして、旅行でもして気分を変えてみたらと思わないではなかったので、そこでその勧めを入れてしばらくある暖かい海岸へ転地することにした。あらかじめ行きつけの旅館へ部屋を取っておくようにはがきを出させたり、当座の入り用の品を整えさせたり、お供の人選をしたり、そんなことが平田氏を久しぶりで明るい気持ちにした。彼はいくらかわざとではあったけれど、若い者が遊山にでも行くときのようにはしゃいでいた。
さて海岸へ行ってみると、予期した通りすっかり気分が軽くなった。海岸の晴れ晴れした景色も気に入った。純朴な開けっぱなしな町の人たちの気風も気に入った。旅館の部屋も居心地が良かった。そこは海岸ではあったけれど、海水浴場というよりはむしろ温泉町として名高いところだった。彼はその温泉へ入ったり、暖かい海岸を散歩したりして日を暮らした。心配していた霊の顔もこの陽気な場所へ現れそうにもなかった。平田氏は今では人のいない海岸を散歩するときにも、もうあまりビクビクしないようになった。ある日彼はこれまでになく少し遠くまで散歩したことがあった。うかうかと歩いているうちにふと気がつくと、いつの間にか夕闇が迫っていた。あたりには広い砂浜に人影もなく、ドドン、ザーッ、ドドン、ザーッと寄せては返す波の音ばかりが、思いなしか何か不吉なことを告げ知らせでもするように気味悪く響いていた。彼は大急ぎで宿の方へ引き返した。大分の道のりであった。悪くすると半分も行かぬうちに日が暮れきってしまうかもしれなかった。彼はテク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 と汗を流して急いだ。後から誰かついてくるように聞こえる自分の足音に、彼は思わずはっと振り返ったりした。何かが潜んでいそうな松並木の薄暗い影も気になった。しばらく行くと、行く手の小高い砂丘の向かい側にちらと人影が見えた。それが平田氏をいくらか心丈夫にした。早くあのそばまで行って話しかけでもしたら、この妙な気持ちが治るだろうと、彼はさらに足を速めてその人影に近づいた。近づいてみると、それは一人の男が、もうだいぶん年寄りらしかったが、向こうを向いてじっとうずくまっているのだった。その様子は何か一心不乱に考え込んでいるらしく見えた。それが平田氏の足音に気がついたのか、びっくりしたようにいきなりひょいっとこちらを振り向いた。灰色の背景の中に青白い顔がくっきりと浮き出して見えた。あっ！平田氏はそれを見ると押しつぶされたような叫び声を発した。そして屋庭に走り出した。50男の彼がまるでかけっこをする小学生のようにめった無精に走った。振り向いたのは、もうここでは大丈夫だと安心しきっていたあの辻堂の顔だったのである。
危ない。夢中になって走っていた平田氏が何かにつまずいてばったり倒れたのを見ると、一人の青年が駆け寄ってきた。どうなすったんです？あ、怪我をしましたね。平田氏は生爪を剥がしてうんうんうなっているのだ。青年はたもとから取り出した新しいハンケチで手際よく傷所に包帯をすると、極度の恐怖と傷の痛みとでもう一歩も歩けぬほど弱っている平田氏をほとんど抱くようにしてその宿へ連れ帰った。自分でも寝込んでしまうかと心配したのが、そんなこともなく、平田氏は翌日になると割合元気に起き上がることができた。足の痛みで歩き回るわけにはいかなかったけれど、食事など普通にとった。ちょうど朝飯を済ませたところへ、昨日世話をしてくれた青年が見舞いに来た。彼もやっぱり同じ宿に泊まっていたのだ。見舞いの言葉やお礼の挨拶がだんだん世間話に移っていった。平田氏はそういう際で話し相手が欲しかったのと礼心とで、いつになく快活に口を聞いた。同席していた平田氏の召使いがいなくなると、それを待っていたように、青年は少し形を改めてこんなことを言った。実は僕はあなたがここへいらした最初からある興味を持ってあなたのご様子に注意していたんですよ。何かあるのでしょう？お話しくださるわけにはいきませんかしら。平田氏は少なからず驚いた。この初対面の青年が一体何を知っているというのだろう。それにしてもあまりぶしつけな質問ではないか。彼はこれまで一度も辻堂の怨霊について人に話したことはなかった。恥ずかしくてそんなバカバカしいことが言えなかったのだ。だから今この青年の質問に対しても、彼は無論本当のことを打ち明けようとはしなかった。だがしばらく問答を繰り返している間に、それはまあなんという不思議な話術であったか、青年はまるで魔法使いのように、さしもに固い平田氏の口を難なく開かせてしまったのである。平田氏がちょっと口を滑らしたのが糸口だった。もし相手が普通の人間だったら難なく取り繕うことができたであろうけれど、青年にはダメだった。彼は世にも素晴らしい巧みさを持って次から次へと話を引き出していった。一つは昨夜あの恐ろしい出来事のあった今朝であったためもあろうが、平田氏はまるで自由を失った人のように話をさらそうとすればするほどだんだん深みへはまってゆくのだった。そしてついには辻堂の怨霊に関するすべてのことが余すところもなく語り尽くされてしまったのである。
聞きたいだけ聞いてしまうと、今度は青年は話を引き出した時にも劣らぬ実に巧みな話術を持って他の世間話に移っていった。そして彼が長座を浴びて部屋を出て行った時には、平田氏は無理に打ち明け話をさせられたことを不快に感じていなかったばかりか、その青年がどうやら頼もしくさえ思われたのである。それから10日ほどは別段のこともなく過ぎ去った。平田氏はもうこの土地にも懲りていたけれど、足の傷がまだ痛むのと、それを無理に帰郷して寂しい屋敷へ帰るよりは、このにぎやかな宿屋住まいの方がいくらか居心地がよかろうと思ったので、ずっと滞在を続けていた。一つは新しく知り合いになった青年がなかなか面白い話し相手だったことも、彼を引き止めるのに預かって力があった。その青年が今日もまた彼の部屋を訪れた。そして突然変に笑いながらこんなことを言うのだった。もうどこへいらっしゃっても大丈夫ですよ。幽霊は出ませんよ。一瞬間平田氏はその言葉の意味がわからなくてまごついた。彼のあっけに取られたような表情の中には、痛いところへ触られた人の不快が混ざっていた。突然申し上げてはびっくりなさるのもごもっともですが、決して冗談ではありません。幽霊はもう生け捕ってしまったんです。これをご覧なさい。青年は片手に握った一通の電報を広げて平田氏に示した。そこにはこんな文句が記されていた。ご明察の通り、一切自白した本人の処置差し図こう。これは東京の僕の友人から来たのですが、この一切自白したというのは辻堂の幽霊、いや幽霊ではない生きた辻堂が自白したことですよ。とっさの場合、判断を下すいとまもなく、平田氏はただあっけに取られて青年の顔とその電報とを見比べるばかりであった。実は僕はこんなことを探し歩いている男なんですよ。この世の中の隅々から何か秘密の出来事、奇怪な事件を見つけ出しては、それを解いてゆくのが僕の道楽なんです。青年はニコニコしながら、さも無造作に説明するのだった。先日あなたからあの怪談話を受けたまわった時も、その僕の癖で、これには何かからくりがありやしないかと考えてみたんです。お見受けするところ、あなたはご自分で幽霊を作り出すような、そんな弱い神経の持ち主でないように思われます。それにご当人にはお気づきがないかもしれませんが、幽霊の現れる場所がどうやら制限されているではありませんか。なるほど、ご旅行先などへついてくるところを見ると、
いかにもどこへでも自由自在に現れるように思われますが、よく考えてみますと、それがほとんど屋外に限られていることに気づきます。帰りで屋内の場合があっても、劇場の廊下だとかビルディングの中だとか、誰でも出入りできる場所に限られています。本当の幽霊なら、何も不自由らしく外ばかり姿を現さないだって、あなたのお屋敷へだって良さそうなものではありませんか。ところがお屋敷へはというと、例の写真と電話のほかは、これも誰でも出入りできる門のところでちょっと顔を見せたばかりです。そういうことは少し幽霊の自然に反していやしないでしょうか。そこで僕はいろいろ考えてみたんですよ。ちょっと面倒な点があって時間を取りましたが、でもとうとう幽霊を生け取ってしまいました。平田氏はそう聞いてもどうも信じられなかった。彼も一度はもしや辻堂が生きてるのではないかと疑って、戸籍謄本まで取り寄せたのだ。そして失望したのだ。一体この青年はどういう方法でこんなにやすやすと幽霊の正体を突き止めることができたのだろう。なあに、実に簡単なからくりなんです。それがちょっとわからなかったは、あまり手段が簡単すぎたためかもしれませんよ。でもあのまことしやかな葬式には、あなたでなくともごまかされそうですね。翻訳物の探偵小説ではあるまいし、まさか東京の真ん中でそんなお芝居が演じられようとはちょっと想像できませんからね。それから辻堂が辛抱強く息子との往来を断っていたこと、これが非常に重大な点です。他の犯罪の場合でもそうですが、相手をごまかす秘訣は、自分の感情を押し殺して世間普通の人情とはまるで反対のやり方をすることです。人間というやつはとかく画心に引き比べて人の心を押し量るもので、その結果一度誤った判断を下すとなかなか間違いに気がつかぬものですよ。また幽霊を表す手段もうまくいっていました。先日あなたもおっしゃった通り、ああしてこちらの行く先へついてこられては、誰だって気味が悪くなりますよ。そこへ持ってきて戸籍謄本です。ちょっと道具立てが揃っていたじゃありませんか。それです。もし辻堂が生きているとすれば、どうしても腑に落ちないのは、第一はあの変な写真ですが、ただしこれはまあ私の見誤りだったとしても、今おっしゃった行き先を知っていること、それから戸籍謄本です。まさか戸籍謄本に間違いがあろうとも考えられないではありませんか。いつの間にか青年の話に釣り込まれた平田氏は、思わずこう尋ねるのだった。僕も主にその3つの点を考えたんですよ。これらの不合理らしく見える事実を合理化する方法がないものかということをね。そして結局、このまるで違った3つの事柄にある共通点のあることを発見しました。なに、くだらないことですがね。でもこの事件を解決する絵には、
非常に大切なんです。それはどれも皆郵便物に関係があるということでした。写真は郵送してきたのでしょう。戸籍謄本も同じことです。そしてあなたの外出なさる先は、これもやっぱり日々のご文通に関係があるのではありませんか。お分かりになったようですね。辻堂はあなたのご近所の郵便局の配達夫を務めていたんですよ。無論変装はしていたでしょうが、よく今までわからないでいたものです。お屋敷へ来る郵便物もお屋敷から出る郵便物もすっかり彼は見ていたに相違ありません。わけはないのです。封じ目を蒸気に当てれば少しも跡の残らないように開封できるのですから。写真や謄本はこういうふうにして彼が細工したものなんですよ。あなたの行く先とてもいろいろな手紙を見ていれば自然にわかるわけですから、郵便局の非番の日なり、口実を構えて欠勤してなり、あなたの行く先へ先回りして幽霊を務めていたのでしょう。ただし写真の方は少し苦心をすれば、まあできぬこともありますまいが、戸籍謄本なんかがそんなに急に偽造できるのでしょうか。偽造ではないのです。ただちょっと戸籍林の筆跡を真似て書き加えさえすればいいのですよ。謄本の紙では書いてあるやつを消し取ることは難しいでしょうけれど、書き加えるのはわけはありません。万色のないお役所の書類にもちょいちょい抜け目があるものですね。変な言い方ですが、戸籍謄本には人が生きていることを証明する力はないのです。子主ではダメですが、その他のものだったらただ名前の上に書を引き、上覧に死亡届を受け付けたことを記入さえすれば、生きているものでも死んだことになるのですからね。誰にしたってお役所の書類といえばもう目くらめっぽうに信用して、そんな癖がついていますから、ちょっと気がつきませんよ。僕はあの日にあなたから伺った辻堂の本籍地へもう一通戸籍謄本を送ってくれるように手紙を出しました。そして送ってきたのを見ますと、僕の思った通りでした。これですよ。青年はこう言って懐から一通の戸籍謄本を取り出すと、平田氏の前に差し置いた。そこには子主の欄には辻堂の息子が、そして次の欄に当の辻堂の名前が記されていた。彼は死亡を装う前にすでに隠居していたのだ。見ると名前の上に主線も引かれていなければ、上欄には隠居届を受け付けた旨記載してあるばかりで、死亡の死の字も見えないのであった。実業家平田氏の交友録に素人探偵明智小五郎の名前が書き加えられたのは、こうしたいきさつからだった。